車止めに衝突した列車車止めとは停止すべき位置を超えて走行してきた自動車または鉄道車両を強制的に停止させるための構造物である。自動車の駐車場や鉄道線路の終端に設置される。自動車は運転者が停止位置を知るため故意に車止めタイヤを接触させることがあり、自動車用の車止めは 接触が常に生じることを前提とした構造や設置方法が取られる、コンクリート製のものが多い。鉄道においては、車両が車止めに接触することは異常事態や事故で、ありまれで、鉄道車両用の車止めは、頻繁に車両が接触や衝突することを考慮しておらず、車止め自体が破損することで、衝突の衝撃を緩和する構造のものが多い。構造は、 コンクリート製やバラストを積んだものなどがあり、多くの車止めは、それが機能した後には復旧工事を必要とする。枕木と土砂の車止め、油圧式の車止め、車止めが、その役目を果たすにも限界はある。土佐黒潮鉄道スクモ駅衝突事故のように、車両がある程度以上の速度で衝突した場合、車止めが破壊され車両がそれを乗り越えていくこともある。 限界となる速度は車止め及び車両の種類や構造などによっても異なるが自動車と比較すると鉄道の場合は低速でも被害が大きくなりがちである。そのため線路終端の手前に速度調査システムを設置して列車をあらかじめ強制的に減速あるいは停止させ車止めへの衝突時のショックや車体の損害を少しでも緩和したり 車止めへの衝突そのものを防止しようという取り組みもある。そうでなくても、車止めのすぐ先に川や崖、民家、公道等がある場合や、高架の終端など、列車の仮想が直ちに乗客や第三者の生命、財産の危機へと直結するような場合に備えて、確実性向上のために複数種の車止めを、相互間のバックアップとして併設しているケースは、 古くから多く見られる。鉄道の車止めでは、車止め本体と一緒に線路の終端を示す標識が設置されていることが、ほとんどである。設置条件などによっては反射材を使用して、光を反射させたり、電球、LED などが内蔵され、標識自体が発光する機能を備えたものなどがあるが、それら自体はあくまで標識であって、車止めではなく、車両を 直接的に停止させる機能や、その一部を担っているわけでもない。また、主に安全側線において、短いはしごもしくは削除の装置が設置されていることがあるが、これは安全側線緊急防護装置と呼ばれるもので、設置されている場所や形状は似ているが車止めではない。一般的な自動車は、構造上、後退する際に運転者の視点から、後方の安全が確認しづらいため、 一万一仮装しても安全な範囲で止まることができるように車止めが設置される。自動車の前後方向に対して横に長い脳がタいタのコンクリート階を駐車スペースの端に車服に合わせた間隔で二つ置いてあることが多い。脳がタいタの辺の内タイヤに接する長い一辺を斜めに削った形の五角柱としタイヤへの負担を軽減しているものも増えている。 ほとんどの場合において、自動車の床下より低く作られ車体そのものには接触しないため、車止めによって止まった場合でもおよそオーバーハングの分だけ車止めからはみ出すことになる。したがって、地面に対して、突となる大きな障害物や、所有地の境界線などに面した駐車スペースでは、そのはみ出し分も考慮して、車止めの設置位置を決める必要があるほか、 運転者自身も駐車しようとする車の大まかな寸法を知った上でその点を考慮する必要がある。コンクリート製以外に木製のものやプラスチック製のものもあり地面に固定されていることもある。コンクリート製のものは車のサイズに合わせて鉄道に比べ小さめに作られているためずれることや乗り越えてしまうことも多々ある。また余剰となったコンクリートブロックや縁石 伏せた、U 字工などを代用しているケースもある。最近では環境に配慮した再生ゴム製のリサイクル製品の車止めも多く使われている。ゴム製のものは耐久性も高く長期間の使用に耐えるものが増えてきている。また、三角形をした携帯用の車止めもある。材質は木製、鉄製などがあり、パンク修理などの非常用として、 折りたたみ式の車止めもある。止まっている車を固定し、安全を確保するためのもので、走ってきた車を強制的に止めるものではない。なお、棒状に地面から突き立っていて、歩道や公園などへの自動車の侵入を防ぐといった目的で用いられる車止めは、ボラードと呼ばれる。ありがとうございます。